よいこのみなさん、こんにちは。YouTuber のしおり先生です。今日は2020年4月13日、しおり先生の思いつき音楽講座です。今日は第1回目音符クイズをやりようと思います。 ささてさてレッスンでやっている子もたくさんいるんですけど最初からルールを説明しますじゃんみんなが普段弾いている楽譜は何本線でしょうか決まってるのでもう絶対1 2 3 4 5 5本線っってて決まってるのね。で楽譜の別名別の言い方で「5本線」なので「5線」とも言います。それで,でもう絶対これ決まってるので覚えてほしいんですけど「線の名前もあります。下から数えます。第1線第2線第3線第4線、第5線。そして、線と線の間。 漢字がわかる子はあこれかってわかると思うんだけど間っていう字は間とも読みますなので第1巻第2巻第3巻第4巻間にも名前が付いてますそしてトーン記号の絶対覚えなくてはいけない音パッと見ただけであこれはなんだって言えるようにしてほしいんですけどド 簡単だねうん、これも結構簡単ド高いドここら辺になるとちょっと迷っちゃう子がいますソ一番上これは簡単かもしれないね等記号の場合は下からドソドソと覚えてくださいはい、覚えるタイム10秒あげよう1 2 3 4 5 6 78910はい覚えましたかじゃあ今日は最初にめっちゃ簡単なのレベル e r 1さあ今から音符カードをパッと見せるので「何の音?で」でピアノの近くにいる人は「何の音?」って言ったら「何の音?」ってとか弾いてくださーいではいきます第1問じゃんこの音は何でしょう ジャン、レ。この音は、何でしょう。さあ、この音は、何でしょう。超簡単、ジャン。はい、すぐ答えられたかな。ド真ん中の音です。ここの音です。はい、これも簡単かな。ジャン。はい、み。 うーんじゃあこれラじゃあちょっとだけ難しくしてはいこれは何でしょうかんそうこれは覚えなくてはいけない音です答えはドさああと2問いきますよーじゃあこれファじゃあ最後の問題 はい皆さん全部正解しましたかコメントとか送ってくれると嬉しいですじゃあね